手元解説が見たい。蔵に入る最も適切な If you wouldn't だから、これしなかったら感謝します。高橋はい、ハローと始まりました、無鉄チャンネルです。さあ今回はですね、リクエストが結構来てたですね、手元解説が見たいっていうのが来てたんで、ちょっとそれやってみようかと思います。手元解説っていうのはですね、普段のねユーテラとかではこう後ろにボードがあって、ああだこうだやってるわけじゃないですか。そうじゃなくて、こう手実際見てどうやって解いていくのかが見たいって言われたんですよ。でも問題用紙にこうさ手やって、でカメラやって、どういう風に見えるのかよくわかんないと思って、じゃあ iPad でやればいいやと思って、 iPad の画面録画あるじゃないですか、あれやったらそのままいろいろ加工する必要もないんじゃないかなと思って、ちょっとそれで画面録画でやってみたいと思います。どうなるかわかりません。やったこともないですから私。まあ普段早稲田合格塾ではね、この iPad に僕が記入したものを皆さん見ながら私の声の解説をね聞くんですよ。なんでまあその感覚を皆様も味わえるんじゃないかなと思います。はい、では実際やってみましょう。蔵に入る最も適切なものをそれぞれ一つ選び、その番号をマークしなさいということで、 Do you remember なんとか The lights off before we came out って書いてて、はいはいはい、おなじみのやつですね。もう選択肢見てスウェッチンとかさあるから、いわゆる remember のまず方法でしょ。 remember ing remember to do、 まあ remember that もありますけどね。はい、で注目しなきゃいけないのはここでしょ、 came ですね。ここに過去形がいるんで、この過去形と一緒に使うキャラクターを選ばなきゃいけないよっていうことですね。で、remember ing だった場合は、それをしたことを覚えているなんて。だから、この括弧と相性がいいですね。私たちが出てくる前にライト消したことを覚えているですね。はい。で、この to の場合だと消したことじゃなくて、これから消すことになっちゃいますね。remember to ですね。うん、でもこの過去の印がくっついてるから、ing を選ばなきゃいけない。remember to have で過去みたいな引っ掛けですね。3とかはね、よくあるパターンですね。that sv が来てても、これもやっぱ時制が合ってないですね。この過去と合うものっていうので答えを選ぶ。まあ、順動詞と時制を混ぜ合わせた問題ですね。はい、switch the lights off、 switch off the lights、 はい、どっちの語順でもいいですね。まあここ turn off とかね、狙われやすいですね。いわゆるこのちょっと turn にしちゃいますけど、 turn 代名詞の場合は絶対 turn 代名詞 off とか turn 代名詞on ですね、の語順にならなきゃいけないよってことですね。だから turn the lights off 大丈夫ですね。 turn off the lights 大丈夫ですね。でも turn them off じゃないといけないですね。 turn off them はダメだよってやつね。はい、まあこれもよく狙われるので知っといてください。次、I have two cars. One is made in Japan and なんとか in Germany. あ、もうこれも決まりなパターンですね。はい、車が2台なんですよ。2台あって1個目っていうのは made in Japan で、2個目はっていうのは2個目の場合は残り1つ the other ですね。これはまあ選択肢なくても分かんないといけないですね。2つある場合 AB としておいて、 AB がある場合どっちか1個の方を無作為に選んだ場合が1になります。そして the other っていうのはその他になるので、 A が決まればもう一歩ですね、その他のものは決まるので特定されるわけですよ。だから the がいるわけですね。 another ってやっちゃうと、 another の an っていうのは不特定ですね。不定冠詞とかってよく名前が付けられますけど、そうだからチョイス絞れない時に使うやつですね。だから A、B、C とかってあった時に、よいしょ、よく言うんですけど、だから二人組の場合だったら、まあダウンタウンがあって、松本さんが A だった場合に、浜ちゃんは The Other ですね。その他なんですよ。松本さんの他っていう風に特定されるわけです。でもそれに対して、やっぱネプチューンでよくんですけど、One っていうので、まあじゃあ原田泰造っていう風になった場合に、まだ他に二人チョイスがあるじゃないですか。で、この二人チョイスがある中から一個を選ぶと。あなた。で、じゃあ、ホリケンを選んだとして、で、最後の一人を選ぶ場合っていうのは、もう決まってますね。誰だか決まってるんで、the other、その他。
っていう風になりますね。うん、3人でも4人でも、まあ、3つでも4つでも、最後1個だけですよっていう風に特定できる場合は、the other。ね、はい、だがつくんだよってやつですね。で、特定できない。泰造だけ選んだときは、まだホリケンと、名倉言っちゃったけど、名倉特定できないから、特定できない場合は、案がつくわけです。でも、ホリケンと泰造が出てきて、元フローレンスの二人が出てきたら、ね、元潤カッツの残りの名倉潤さんしかいないですから、the other っていうふうに特定できるとき使うと。で、others, the others はそれが複数になっただけですから、この another のところにいっぱい人がいたら、それ others ですね。特定できない状態で不特定の人がいっぱい。で、the others っていうのは特定できる集団みたいな感じの時に使う表現ですね。で、そんな難しくないです、これって。特定できる時は the other。だそれ以外っていう感覚を持っとくといいですね。松本さんとそれ以外。原田、泰造、堀内健、それ以外。ね、その他。なんでここにはエディアダーっていうのが入って、で、メイドは2回目なんで省略されてますね、ここね。The other is made in Germany っていう関係になりますね。はい。わかりました。では次行きましょう。次は、I should be obliged if you wouldn't interfere なんとか my private concerns。 随分堅苦しい言い方してますね。 I should be obliged っていうやつですね。感謝しますよみたいなね。 If you wouldn't だからこれしなかったら感謝します、だからしないでいただきたいですみたいな感じですね。はい、そう、 obliged だから無理やり何々させるだけじゃダメですね。こうしていただけたら感謝します。まあ答えに関係ないですけどね。答えは interfere と相性のいいんでしょう。 interfere in ですね。それになんかこう口を挟む、その中に入ってく感をねイメージするといいですね。で、私のこのプライベートなことに口を挟まないでいただきたいって感じ。だから邪魔するっていうので interfere with が有名なんですけど、介入するっていうこの in は覚えておくといいですね。このだから間に入る感じで覚えやすいですよ。ほい。まあ、これは知ってりゃかんと。次。It was a little boy who pointed out that fact, なんとか、the king and the history were snake, 裸の王様。まあ、全然難しくないですね、これね。答えに。まあ、この it was があって、it is who で、ああ、強調構文来たとかですね。そんなんか別に関係ないですからね。the fact があって、ストーリーのキングが裸。っていう SVC 揃ってるので同格のザットと言われるやつですね。The fact that。 うん、まあ明治の問題って感じかな。うん、レベルとしては、はい、what を入れる場合だとこれ主語が欠けてる状況じゃないといけないですよね。だから名詞の役割しないといけないですからね。which も同じです。名詞の役割をするはずなのでこやつはですね、関係代名詞になってるだったらこの主語とかこのダッキングみたいなのはあっちゃいけません。で、プラスでこのファクトだよね。ファクトにウィッチだったら書かれるけど、ワットは書かれない。ワットは全体で名詞になるからね。で、フーズの場合は、フーズの後ろに直後に名詞が来るよね。フーズの後ろにザっていう漢詞があるので無理です。まあ、ここにザがなかったとしても、事実のキングってなっちゃうので意味わかんないですね。はい。王様が裸だっていう事実を指摘したのは、ちっちゃい男の子ですって言ってますね。で、次、I understand you were wondering whether I'd be なんとか of making enough room for someone else on stage. どういう状況なんだろう、これ。状況をちょっと思い浮かべづらいですけど、で、you were wondering こうかなと思ってたっつって、whether が来て、I'd be で、まあ答えを出すのは関係ないですよ。もう be なんとか of ing を取れるのは be capable of ing で、これ一発です。まあ make room for ってね、こう、このスペースを取っとくっていうか、いう表現だから。あら、いや、ステージで誰か別の人のこのなんかスペースあります？作ることできます？みたいに言ってるんでしょ？どういう状況なんだろう。feasible っていうのは実行可能なってやつですね。まだ物事が主語に来て、なんとか is feasible だったらいいですね。feasible plan とかね。TOEIC とかではちなみに viable なんていうのも出ますね。これできるっていうですね。レベルが高い表現ですね。で、possible。まあこれよく出ますね。人主語にしないよっていうので、possible 置いちゃダメよ。っていうやつです。で、プラクティカボーもこの人置かないですね。それを実行することができるわけですからね。プラクティスです。それにエイブルがくっついてるので。まあ、あとはよく引っ掛けにこれエイブルが出てきますね。I'll be able of making って選んじゃう人います。だから入試問題でもよく出てくるし、英作文でも間違いやすいですね。able of ing って書く人すごくいっぱいいる。で、逆もしかりで capable to do って書いちゃう間違いもすごくよくありますね。はい。という感じで。やってみました。はい。わかんないです。これ、まあ、編集前なんで、どういう風に編集なってるかどうか、
自分でも分かりません。初の試みなんでね、できてたらいいなぁと思ってます。高評価とチャンネル登録、そしてまたやってくださいみたいな声があったら、なのでぜひぜひ応援よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching.